宮迫です。そして、おいえ、おいえ、俺、イリエ、from LA! よろしくお願いします。めっちゃ、一応、はっきり言った。やめてくださいよ。現役の時から別にここで受けたことは一回もないから、別にええねん。はい、そうですね。ええねんけどな。はい、自己紹介というか。そうですね、僕も忘れてました。もう、あいえ、おいえなんて。もう3年ですか、あの騒動から。4年ですか。4年か。はい。自分が持ってきた。うん、ことでそこに呼んでしまったがためにっていう責任を感じすぎてたけど、入江だけの責任ではないから。あの騒動の最中ずっとね、入江と会えなかったんですよ。ようやく会える時が来たんですよ。特に一番落ち込んでた入江がパッと入ってきた時にめっちゃパーマかけてて、入江落ち込んでるよな。はい、すいません。パーマ当てた。なんであの、あの精神状態なんで当てたの？僕だけ警戒時だったんで、うん、まあ、最初にな、最初にそれで呼ばれるってなって、うん、でひげもボーボーで髪の毛も、あ、もう外出られへんから、外出れないから、はい、ひげ、うん、ボーボーで髪の毛もで美容室に行って整えなきゃなって言った時に、うん、気分転換がいいかなと思って。気分転換、はい、違う違う、ちょっともう真っ只中やね、はい、気分転換してる場合ちゃうもんね。そうなんですよ。ものすごい綺麗な状態でパー回ってた入江を見た時に、はい、どういうこと、はい、全員が思ったと。すいません、はい、天然のすごいボケですよ、はい、ボケでもないです。生涯1回しかできんボケやから。いやいやいや、もうボケでもないですね。今空手家は空手家なんだ。そうです、空手家はそうですね、解散してないですね。あ、そうなんだ。はい、空手家入江でやってやらせてもらってて、うん、でやべや空手家やべで活動してる感じなんですけど、うん、はい、将来的にこうしようかって話は全くしてないですね。具体的に本人的にはどうなの？あ、僕的にですか、うん、僕的にはなんか、まあ、本当に10年後とかにトークライブとかできて、うん、なんか清掃の話とかできたらいいかなとか思ったり、うん、トークライブで清掃の話するの？はい、そこは普通にお笑いトークライブでいいんじゃない？あ、なんででも清掃でこういうことがあったんだよ、エピソードがね。そうそうそう、いっぱい清掃の先輩の話とか結構。え、面白い話あんの？いや、そんな振りでくるんですか？ちょうだい。やっぱ芸人さんといないんで普段やっぱり。そうかそうか。あの社長さんとか、うん、社長さんって基本的に何言ってもらってくれるじゃないですか、ね、なんでゲラが多いんで。でテンションさえ上げとけば、上げとけば大きい声で普通のこと言うだけ笑っていただけるんで。お前社長さんに失礼やろ。いやいや、本当にありがとうございます。そんなことないでしょ。お世話になってるんでしょ。いや、お世話な、めちゃくちゃなってるんですけど、うん、本当に芸人時代の関係性がいっぱい、たくさんの関係性がある人がやっぱ俺もそうやし、やっぱそうなった時に助けてくれるよね。そうですね。いや、もう本当にでも芸人って肩書きなくなったらもう人なんか絶対僕なんか興味ないだろうってずっと思ってて、そればっかり怖かったんですよ、うん、23年間、うん、ですけどやっぱこう芸人離れた時になんかこう清掃を頼んでいただいたりとか、はい、変わらずお付き合いしていただける方が多かったんで、そうここはもう本当に感謝しかないです。今の自分はどうですか、はい、前にか兄さんが飲ませていただいた時に、うん、いや今笑いやっておっしゃったじゃないですか、うん、いや今おもろいやんけって今の人生は、うん、って言われて、僕やっぱそこまでいけてなくてですね、やっぱり今こうなってしまって、うん、だけどこう前を向かなきゃいけないですし、うん、ですけどやっぱりまだもうちょっとした時に今楽しかった、これがあったから今があるって言えるような人生にしたいなと思ってますけど、あ、それも一緒一緒、あの経験があったから今があってこう笑えてるよなって言うしかないなとは思ってます、はい、結局あの騒動で俺らのせいで迷惑をかけた人がもう山ほどおったわけだから、はいはい、ね、あのその方々に納得 してもらえるようなことを今後 やり続けないかと、はい、でもそれをやりながら笑ったっていいと思うんで、はい、うん、先輩方がやっぱり兄さんもそうですし、うん、蛍原さんも本当にこうずっと僕のことをおっしゃっていただくんで、自分の人生大切せなあかんって、うん、だからなんかそういうのがもうちょっと、いやもう誰も怒んないのがきついですよね。お前のせいやんけって誰も言われなかったんで、自分の人生大切せなあかんって言えるないっすよ僕は。いや言えないっすね。アツシさんもそうですし、優しいよね。はい、はい、そうですね。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。